ちは、障害年金コンサルタントの宮里です。仕事や家庭、人間関係でストレスがたまる人、そういった人は多いと思います。ストレスをため込みすぎるとうつ病の温床となります。趣味などでそのストレスを発散することができれば良いのですが、最近は無趣味の人も増えてきているといいます。そこで今回は、無駄にお金をかけず一人でもできてストレス解消となるおすすめの趣味ベスト5をご紹介します。第5位、ボーリング。ボーリング場に行くとわかるのですが、休日でも平日昼間でも意外と多くの人がいます。ボーリングは想像以上に運動量がありながら、急激な心拍数上昇もないため、運動不足の人が始める趣味としていいかと思います。またストライクを取った時の爽快感はストレス解消にもってこいです。第4位、サイクリング。見た目以上に運動量があるため、脂肪燃焼、メタボ解消にももってこいです。一人で気が向いた時に好きなところに行けるのは気分が良くなります。唯一の欠点は自転車の値段が高いことです。ママチャリならともかく、クロスバイクやロードレーサーといったものになってくると、軽自動車が買えるようなものまでありますので、最初は自転車そのものにはあまりこだわりすぎないようにした方が良いかと思います。第3位、ランニング。黙々とただ走るだけ。靴などを揃えてしまえばお金がかからないのがメリットです。私は中学生までは毎朝6時に起きて5キロほどランニングをしていました。ただ別にランニングが趣味だったわけではありません。1回走るごとに100円のお小遣いがもらえていたのです。おかげで長時間走るのは得意になってしまい、高校生の時にはフルマラソンを2回完走しています。ゴール直後に大会の委員から渡せれるオリオンビールが最高でした。 42.195キロを走り切るという激しい運動をした直後、しかも未成年にもビールを配るという、今から考えるとすごいマラソン大会でした。ストレス解消に効くおすすめな趣味の第2位と第1位は次回の動画でお伝えします。